はい、イメタチャンネルです。家の近所にはね、JR がいつも走ってます、ね、お電車と一緒にリハビリするのはね、僕にとってはすごく楽しいリハビリになっています、ね、いつもイメタの散歩の途中にここに立ち寄って、今回 GoPro で撮影していますね。電車が通るだけでね、リハビリに何て言うんかな、なんか楽しいんやね。やっぱり電車と一緒になんかリハビリやってるみたいでね、だからこの場所好きですね。僕の動画の中でこの場所はよく出てきます、ね、で電車が来る間ね、来る間あのヒンズースクワットね、スクワットしてますね、電車来るまでたまにね、なんか2、30分こん時もあるんやけど、この時はね、あのすぐ来ましたね。だからそんなにスクワットしなくて済みましたね。こんな感じでね、リハビリも楽しくすればね、あの長続きできます、ね、公園で黙々とするリハビリもいいんですけど、こうやって好きな電車と一緒にねリハビリするのはなんか長続きする秘訣ですね。ではこの辺で、自撮りを下げてしまいますので、また次回の動画で会いましょう。バイバーイ。